はい、皆さんこんにちは。竹チューバー竹寺ヨンデです。私の前に見慣れない水槽が2つ用意されているんですが、実は何をするかというと、竹炭の湿度調整の実験をちょっとしてみたいなというふうに思っています。先日ですね、新しく作りましたこちら調湿竹炭パック、こちらはですね、この台のサイズ、中のサイズ、小のサイズ、クローゼット用のですね、長いタイプのこの4タイプは用意されているんですが、台のタイプには 2.5 リットル、中には 0.6 リットル、小には 0.2 リットル、クローゼット用には 0.6 リットルの竹炭粒を入れています。調湿竹炭パックを皆様におすすめしたいポイントが3つあります。まずその一つがですね、最近サステナブルなんていう言葉を耳にすることが多いんじゃないかと思いますが、竹は継続利用可能な唯一の天然資源というふうに、竹の子が生えて親竹になるまでたったの3ヶ月で親竹になって、わずか3年で製品利用されるという、本当にサイクルのものすごく早い植物なんです。これだけ継続利用可能な竹を有効活用しているというのがまず1点。そして第2点がですね、この小のパックをちょっと中を開けてみると、どういう風になっているかというと、こういう形になってます。目が細かい不織布を使ってます。竹の細かい微粉末は出さず、空気の通りはものすごくいいというですね、最高の不織布を使って中袋に用意しました。で、それを中にですね入れて、外身がですね、ちょっと和紙風の高級感のある不織布で二重にしてやるっていうことが2つ目のポイントです。そして3つ目のポイントが、電気も使わずに半永久的にご使用いただけるというところがポイントです。調湿竹炭パックの中にはですね、細かく砕いた竹を高温の800度で焼き上げた調湿にものすごく優れた軽い竹炭を詰め込んであります。これがですね、たっぷり入れられておりますので、湿気の多い時には湿気を吸い込み、乾燥したら湿気を放出するということを竹炭が繰り返しますので、半永久的にご使用いただけます。そしたらこの竹炭が一体湿度の吸湿にどれぐらい効果があるのかというのをですね、この2つの水槽を使って実験してみたいと思っておりますよ。はい、そしたらですね、今から調湿竹炭実験を行っていきたいと思ってます。日本のですね、梅雨時の湿度がだいたい 70%、 多い時には 80% ぐらいになるということなんで、今ですね、この2つのガラスケースの中、それぞれ 80% ちょっとだけくすぐらいの湿度にしています。これですね、片方に竹炭、片方に何もしない状態でちょっと時間経過で実験をしたいと思ってます。はい、ここには調湿竹炭入れました。こちらには何も入れません。これで時間経過で見ていきたいと思ってます。はい、皆さん、大体ですね、1時間ぐらい経過したので、今2つのガラスケースの方を見比べています。それぞれですね、お湯の入ったコップを一定時間置いて、湿度を大体80度ぐらいにして
実験をスタートしました。なんとですね、竹炭を入れてないこちらガスケースの方 25.9 度で湿度がなんと 94% まで上がっています。一方ですね、竹炭を入れた方は基本的にはほとんど 25.8 度変わってないんですが、湿度をご覧ください。圧倒的です。竹炭入れてない方は 94% もあったのに、竹炭を置いた方はなんと 51% の湿度まで下がっている。これが竹炭のパワーですよ。竹炭が調湿効果で優れてるっていうのはよく分かっていたし、今回のこの竹炭っていうのは特にその湿度調整に効果的な軽い柔らかい高温で焼き上げたロータルキルン窯の竹炭なんですが、それにしてもですね、片や 94% 片や 51% もうあまりにも違うんでね、僕も本当正直ねびっくりしてます。まあ本当にですね、竹炭の効果、これで皆さんにですねよくお分かりいただけたんじゃないかと思います。ぜひですね、調湿竹炭パック、皆さんのですねジメジメ嫌な暮らしの生活を湿気取りにぜひご活用いただけたらいいかなというふうに思っています。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。